バットボブの高木です。今年も SSTR 出場することになりました、ね、ゼッケンが届きました。はるかに多い。去年は、3週間の出走期間で5500台エントリーだったんですけど、今年は1週間の出走期間で9000台以上のエントリーが出てるということで、今年の去年よりも賑やかな SSTR になると思います。楽しみにしてますね。ゼッケンがこちらね、3552ということで、この後ね貼ろうかなって思いますね。ルールブックも届きましたね。まあ私がそのままねすんなり読むわけにいかないんですけどね、また読み聞かせてもらって、ルールも改めて頭に入れようと思います。走行プランもね考えました。今のところ考えてるのが、はい、一気に高速道路で能登まで行ってしまって、そこから奥能登をしっかり楽しんでから SSTR ゴールしたいなというふうに、今のところ考えてます。道の駅を15箇所によって15箇所によって走行距離は、537キロ。そして出発からゴールまでの走行時間13時間40分というかなりなものになります。でちなみにね、去年はね、去年のね、実際がどうだったのかなっていうのがここにあるんですけれども、はい、まあ、去年の方が10月だったんで日が短かったんで、もちろん一緒いろいろ違うんですけどね、スタートからゴールまで走行時間が9時間38分だった。で走行距離が307キロだった。獲得ポイントが17ポイントだったってことを考えると、今の予定だと、30ポイント以上、まあね、全部寄れなかったとしてもそれに近いぐらいの、ポイントをゲットした上で、ね、今年の SSTR は、昨年よりも長い距離、そして昨年よりも長い時間、昨年よりも多くの時間を走って、そして奥能登を楽しんだ後ゴールをするっていう今のところの私の考え方です ね。 SSTR の楽しみ方もいっぱいあってね、もっと、全部下道で、行くとかね、岐阜県内で道の駅たくさん寄ろうかなとかね、はい、いろんな場所をもっと立ち寄ってとかね、いろんなこと考えられるんですけど、私の SSTR は初めて参加した昨年と比べて、より多くの距離、より多くのポイント、そして奥能登を楽しんで、より多くの時間を走ろう、そんな風に考えてます、ね、どうぞ応援してくださいね。では平日出走になると思います。ではでは、スタートの予定地に昨年のゼッケン貼ったレガシーで行ってきました。はい、この場所からスタートすることになるんじゃないかな。今年は能登を走るのを楽しみにしてます。